大阪市立13市民病院は、大阪府大阪市淀川区の中北にある病院。地方独立行政法人大阪市民病院機構が運営する。1949年7月、淀川医北の公的医療確保のため診療所として開設、同年12月に54床の市立病院として開院した。その後、増改築工事を経て、病床数を増し、 総合病院として稼働。2002年5月、現在の地に移転建て替えを行い、2009年8月には世界保健機関、国連児童基金から正式に赤ちゃんに優しい病院として認定された。さらに2010年1月からは呼吸器内科を新設し、2月には私立北市民病院から結核病棟を移設して、結核医療にも対応している。 2014年10月に地方独立行政法人化された。2020年5月1日、大阪府から新型コロナウイルス重点医療機関に設定され、新型コロナ専門病院となった。内科、糖尿病内科、呼吸器内科、神経内科、小児科、消化器内科、外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、鼻咽喉科。 リハビリテーション科、麻酔科、放射線科、助産師外来、女性専用外来の各診療科を設置する。2020年5月1日付で大阪府から新型コロナウイルス重点医療機関に設定され、新型コロナ専門病院となった。入院中の新型コロナウイルス感染症の患者以外の患者は周辺病院へ転院させた。大阪市内を中心とした 新型コロナウイルス感染症の中等症患者を治療していており、2021年1月13日現在、延べ700名を超える患者の治療をしているしかし、医師、看護師など、医療従事者への過重な負担が大きくなっており、退職者も相次いでいる。加えて、13市民病院前はス停で、病院職員がバスに乗車しようとすると、コロナがうつるから乗るな。扉を閉めてくれ。 中にいた乗客が叫ぶということが起こるなど、理不尽な差別や偏見、誹謗中傷が医療従事者を苦しめている。また、経営面でも1日約500人が通院していた、当院の収入は月約4億円だったが、専門病院となってからは月2000万から3000万円に激減した。人件費などの支出はほぼ変わらないため、2020年7月報道現在で、 月3億円長の赤字が生じている。2020年7月27日から3回以外の外来を再開したが、利用者はコロナ禍前の半分程度にとどまる。新型コロナ以外の入院患者も以前の2割にとどまっている。離職者には精神的な負担に加え、本来の専門分野の患者を見られなくなったことへの戸惑いなどがあり、 文弁に立ち会えなくなった参加の看護師も辞めた。2020年11月26日、大阪市民病院機構や市などは大阪市立総合医療センターなどから看護師や医師を当院に派遣することを決めた。2020年12月、当院の医師や看護師らが多くの患者を見る中で培った治療法や患者への接種方などをまとめた本を出版した。 全国に先駆け新型コロナ専門病院となった当院であるが、前述の通り離職者が増え続け30人以上となり、運営法人の大阪市民病院機構は職員に、医療金として1人20万円を支給することを決めた。ありがとうございます。